はい、どうもです。いやー、ちょっとね、素晴らしいゲーム見つけましたね。まあ世の中にはいろんなゲームあるんですよ。最近流行りは、まあ、Apex Legends とかバロラントとか、そこに FPS って類ですよね。あとはマインクラフト、好きなものを作るゲームありますよ。まあ果ては、まあのんびりと村を作る動物の森とかね、スーパーマリオ走るゲームありますよ。であれば、まあ、野菜や物を尻で潰すゲームがあってもいいんではないか。もうめちゃくちゃなんですよ、これ。どうですか皆さん、ゲーム音もなければね、効果音もないわけですよ。ひたすらあるのは尻で野菜や頭蓋骨やアメちゃんや、あーだろうね、火傷しちゃうと、時計や、ナスを潰す、チーズを潰す、ここまで来たんですよ皆さん。これは狂気だね。いや、前にちょっとね、あのベロでいろんなものを舐める、あいててててゲームやったんですよね。でその時に、いや、もっとスマホゲーム、釘いける、あ、釘ダメなんだ、なんかいろんな狂気のゲームあるんじゃないかと思って、まあ、考えてみれば彫刻刀で飛ばすゲームとかね、ひたすら太らしていって、あ、主人公を遊んでいくゲームもあったんですけど、ついに今回ね、尻で潰すゲーム来たんですよ皆さん。どうですかこれ。例えばグラスシミュレーターってゲームあったんですよね。ひたすらなんか草を見るゲーム、何かしらそういう虚無とか無があると人間って考える時間もらえるじゃん。でもね、そういうゲーム僕は約もう1年2年やってきて、最近やっぱ気づき始めて、虚無って虚無じゃないんですよ。うん、これね、伝わりにくいと思うんだけど、虚無ってゼロじゃないの。どういう意味かっていうと、ぬこー、服変わった、ここなんですよ。爆弾行きたい、やーやった、ベタラックエクスタイムダメなんだ、爆弾やったらもうダメなんですね。なるほどね、考えをやめるに至るというのも一個ね、答えなんですよね。ただやっぱ人間はね、考える草であるっていうパスカルのコメントもありますから、なるだけやっぱ人間生きてる以上は、その人生の意義、このゲームの意義、存在意義を探すべきなんですよ。ただたまにはやっぱ昨今さ、いろいろね、社会やっぱ大変じゃん。一切心を無にして、頭を空っぽにしてできるこういうゲームもいいんではないかと僕そう思いますね。今回みんなこれ無ですよ。だから滝修行ってあるじゃん、修行僧。おわーおわおお、あ、ダメか、なんだ今のラッキータイム、一瞬なんかね、金のアーマーついたんで、金アーマー貫通すんのかと思ったら、女の子変わった、おしゃれになってる、なんだこれ次は。もうこれだよ、もうこれ説明できますか皆さん、この状況が。今女の子が今金塊をひたすらヒップドロップしてるっていう、意味が不明でしょ、意味不明なんですよこんなん。であればもう考える必要ってないのよな。ゴールデン来ましたね、ゴールデンヒップ、お尻が金でコーティングされました、18金で。で次は地球ですね、金の次は地球、もうナスやチーズやスイカですらない地球なんですよ皆さん。こう人気アニメでね、エヴァンゲリオンとかっていろんなこう考察伸びてるんですよね。であれば僕はこの地球を尻で潰すゲーム、考察あってもいいのかもしんない。いや、このゲームは考えても無駄、意味がない。いや違う、なぜ地球をヒップで潰すのかっていう、もうこれが何だろう、環境問題へのアンチテーゼかもしんないよな。何個も今地球って存在がなくなってるんだよ、温暖化。お尻で今あなたは地球を潰してるだけ、温暖化関係ありますかって、ないんですよね。うん、だから答えてないんですよ。だったらもう考える必要ってないんじゃないかっていうのが、尻で野菜を潰すゲームの極致ですね。いろんなスチームのね、バカゲームあったけど、まさかスマートフォンのね、俗にこのカジュアルゲームの中にその極致があるとは僕は思わなかったわ。ただあったんだよな、考えてみればおかしい話だったんだよ。あの彫刻刀で飛ばすゲームで気づくべきだった僕は。スマホってうざい広告に意識行きがちなんですけど、あのうざい広告の吸引性たるや異常じゃないですか、ブラックホールのように吸い込んでくる。なぜああいう広告によって人間の意識は取り込まれてしまうんだろうかっていう、理解不能なんですよ、そもそもに理解不能なものを広告で理解させようとしてるんですよ。だからこそ生まれるそのジレンマ、矛盾、
それが僕らの好奇心を煽っていいのかもしれないね。これを作ってる奴らがさ、一体どういう人生を過ごしてきて、どういう経緯でこのゲームに至ったのか、それをゲームに僕はしてほしい。バカゲーのシミュレーターみたいなね、クソゲートラッシュゲームの、もうトラッシュじゃないんだよな、ここまで来ると。でも音もない、振動もない、 BGM もないんですよ。ゲームといえばね、綺麗なグラフィック、綺麗な BGM、 かっこいいキャラクター、いてなんぼじゃん、泣けるストーリー、そんなもの肌から提供する日はないんですよ、こいつらは。ゲームなのかすら分からない、僕は今タップして。だがなぜか面白い。さあ、ドクロゾーン入りましたね。あ、いけない、これ一旦ちょっと偏差ずらして、はい、ワン、これいくんじゃない、ゴールデンヒップ、はい、ドクロ、ドクロ、これなんでね、人間の頭蓋骨を今割ってんだろうね。要は屍を超えるっていうメタファーかな。くだらねえ、これひどすぎる。せめてでもこれ SE あったらなんかよしだな。効果音つけたらさ、もっとね、変わるのが、惜しいのが多いんだよな、これ。狂ってるんだけどね、もう理解不能なんだけど、それでもな、惜しいんだよな。まだまだ伸びしろがあるんじゃないかっていう。ネクストレベル。おー、しかもこれネクストレベルって言ってさ、全然さ、なんかレベルの表記ないんだよね。言ってんのかな、これ、レベル次に。ちょっとやってみようか、しばらく。この景色楽しみながら。いいですね、ゴールデンヒップ。これをしてなんぼじゃないの、このゲームっていうのは。あ、また地球だ。ってことはやっぱりループしてんのかな。レベルもないし、このなんか若干小さいメダルっぽいの手に入ってるじゃん、ポイントみたいな。一切なんもないんですよ、使い道が。使い道が多分変化、どっかに溜まっている表示すらないし、メニュー画面もないんですよ。タップで全てが完結するの。この女の子のスキンを変えるわけではない、よくあるね、このスキン解放でこの果物が何かになるわけでもないんですよ。延々と同じような面繰り返して、ひたすらヒップで物を壊す、これだけなんですよね。でもなぜか見てしまう、やってしまう、実況してしまう。ゲーム、昨今のね、スマホゲーはいろんなガチャ課金煽ってさ、お金ありきのゲームが多かったよな。課金煽ってプレイ煽って、これはちょっと一線やっぱ隠してるね、この尻のゲームは。潰していくだけなんですよ、何も課金要素もない、広告すらもないんですよ。だから普通うざい広告出るじゃん。決して僕これ今ね、機内モードとか広告消す課金してるわけではなく、純粋に出ないんですよ。だこのゲーム制作者は、いや何のためにこれ出したのか意味がわからない、僕は。もう芸術の域だよな。で、多彩な面があるわけでもない。さあ来た、人間の死。結構これは直接的な表現だね。今何個屍超えてくるのか。そう、なんならこれさっきもあったな、今。若干背景赤か黄色か迷って違うかなと思ったけど、多分これさっきもあったね。なぜ僕らは生きてるんだろうか。なぜ働くんだろうか。なぜ勉強するんだろうか。なぜ恋するんだろうか。なぜゲームをするんだろうか。答えがないというのが答えなんだろうね。ただやってしまうんだろうな。レベルもないし、全クリもわからない。多分もうきっと僕全クリしてますね、これ。絶対全クリしてるんだけど、もう終わりがないんだよな、延々とループするから。一応かれこれさ30分ぐらいやってるんですけど、まあ、1個気づきましたね。結局さ、このゲームって音もないし BGM もないし振動もないんですよ。で、この結果どうなるかっていうと、聞こえるのが自分の声とこのタッチ音なんですよね。ちっちゃい iPad へのパチって音、そして自分の周囲の生活音だよな。パソコンの音だったり空気の音。音がないことによって他の音に集中できるんだよ。ああ、僕らはこんなにもいろんな音に囲まれて生きていたんだなっていう気づきがあるわ。無音だからこその音。分かったよね。決してこのゲームは無音じゃないんですよ。なんなら僕らは常に生きていて音に囲まれているんですよ。これほどたくさんの音に生きていく上で、生活していく上での新しい考え方をね、生んでくれたね。もうタイトル忘れましたか、このゲームの。なんちゃらなんちゃらなんちゃらブラスト、ヒップブラストだっけな、まあ、そんな感じでした。